Come on baby セミザワゆうちゃんはみんなのアイドル。はいどうもまっちゃんでございます。レッドフラッシュチャンネルへようこそというわけでございまして、やっとグッズ紹介ができます。こちら行ってきました。芹沢ゆうちゃんのファンミーティングですね。大阪のやつに行ってきました。昼の部に行ってきましたので、その時に買った、グッズを、紹介したいと思います。ちょっと早く紹介したかったんですけど、あまりこう時間が取れなかったんで、やっと紹介できるって感じなんですよ。一応全種類買ったんです。これねレシートもこれ特製だからね、意外と思い出記念になるかなと思います。こんな感じ、ロゴが入ってるレシートですね。まあ全部買って1万ちょいぐらいですね。ではどんなものがあったのか紹介していきたいと思います。まずは、はい、T シャツ。まあこれは広げなくても大体想像つくよね。ゆうちゃんが考えたロゴがプリントされた T シャツ、黒ですね。はい、こちら L サイズ買いました。続いて、リストバンド。スポーツやってる人とか、まあこうね書いてる人とか、まあ、手首に巻けばいいんじゃないかな。サポーターじゃないと思うんだけど。続いてピンバッジ。はい、ゆうちゃんが考えたロゴがこういう感じにあります。ピンバッジってただあの缶バッジとしてどうつけようかなと思うんですよ。なんか落ちやすい感じはするんですけど、まあ何かにつけたいと思います。続いて、チェキアルバム。まあよくねあのチェキ会とかで使われるあの写真を入れるやつです。結構大きめの想像してたんですけど、意外とこういうコンパクトの、まあ、チェキね、チェキ会とか僕行けないんですよね。地方だとあの星座誌とかで、まあ、アイリスの誰かが出てたら、まあ、チェキに応募してるんですけどね、まあ、なかなか当たらないです。今んとこねヒミタスのチェキは当たったんでね、ここに入れたいと思います。ゆうちゃんのアルバムにヒミタス。スウェイスウェットポーチ。まあ男だからポーチあまり使わないかなって思うんですけど、まあとりあえず買いました。もうこの際だから全部買ってやろうって思って、では、まあとりあえず1個ずつ開けていきましょう。いやーほんとファンミーティングね、すんごく良かった。ライブハウスでやっててもあの椅子がものすごい小さくて、もうぎゅうぎゅうでみんなが詰まって座ってたんですけど、あれは正直きついね。あれ最初始まった時もうトークだけで終わるんかなと思ったんですよ。ファンミーティング行くのが僕初めてだったんで、歌わないのかなって最初思ったんです。まあ歌わなくてももうゆうちゃんに会っただけでもうみんなハッピーって感じなんですけど、まあライブがあって盛り上がれたかなって、こんな感じです。はい、ゆうちゃんのロゴだよ。黒 T 裏は何にもないです。まあこのおしゃれな T シャツで外出してみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ着ていくけどね。とりあえず、まあ、パッと分かるものはそんなに開けなくていいと思うんですけども、まあ、とりあえず開けましょう。お、しっかりしてる。よいしょ。はい、こんな感じ。つけたよ。いい。どういう時つけよう。仕事場でつけて。あれ、ファンミーティング、大阪っていうか、まあ、名古屋もそうなんですけど、行った人は分かると思うんですけど、衣装がこう4つ並べられて、で、今日の多かったものがね、歌う時に、ゆうちゃんが着るってやつで、あのリラックマのこの片割りなんか妹みたいな感じにいるじゃないですか。あれの衣装を着たもうゆうちゃんめっちゃ可愛くて、まあセリックマン、セリックマンめっちゃ可愛かったですよね。あれまあみんなが望んでるって感じで。はい、ピンバッジこんな感じです。どこつけようかな。はい、続いてこちらチェキアルバムでございます。とりあえず開けていきましょう。開けてっても見た目このままなんだけどね。みんなチェキ会とかの CD のリリースイベントとか行けてる人ほんと羨ましいと思います。チェキ会とか参加したい、一緒に撮りたい。だからこれが、埋まる時はいつになるんでしょうか。まあ埋まらないと思います。まあ、雑誌ね、雑誌の検証ちょこちょこ当てていくものを、まあ、入れてもいいかなと思います。こんな感じですね。キラキラって、おい。結構ポーチってねいろんなどこでグッズがあるんですけど、よいしょ、こんな感じ。素材が柔らかい。真ん中開くよ。ちょっとしたお出かけ、ちょっとしたお出かけあんまりしないな。がっつりお出かけ行くからね、リュック背負ってね。結構入るよ。
全部ね、ゆうちゃんのロゴとブルーがあしらわれてる感じですね。はい、というわけで、ご紹介、グッズ紹介しました。このファンミーティングのグッズはまあ後々通販とかでやるのかなって感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。レッドフラッシュチャンネル高評価&チャンネル登録お待ちしております。ではでは、バイバイ。